ギャロップ、お前に決めました。行くのです。たとえ火の中、水の中、草の中。は、は？我が君、それは一体どういう？決まっているでしょう。地の果てまでザビー様を探しに行くのです。はあ、ザビー様、波を乗り越え会いに行く。これぞまさに愛。何をしているのです。40秒で支度しなさい。全てはザビー様への愛のためです。南の雄と謳われし大友の当主がこのような。ギャロップ、ここは使える身の覚悟。行け宗茂、お覚ましください。殴りましたね。サビー様にもぶたれたことないのに。許さない。許しません。お前だか、お前だか、この世の果てまで島流しです。はあ。はあ。ソリン様、晴れは引いたかな。いや、もう気にしたって仕方ない。ところでこちら、どなた様の船でしょう。無断で踏み込んじゃったよ、わしの大馬鹿。怒った。これより神事が始まります。どうぞお静かに。神事？はい、承知いたしました。おごそかなんだろうな。くしゃみには気をつけんと。海ってこんなに広いんだ。知らなかった。この感動を幹につけたい。紙だよそれ。紙ですか。こちらの和紙をどうぞ。あ、これはどうもご親切に。お茶を一服。ダメですか。背景、奥、お元気でお過ごしでしょうか。やっぱ踏み渡しとかんと怒られるよな。海猫さん、海猫さん、お手紙運んでくれんかね。ようこそ。こうして暴れてると奥にでもなった気分。動
回も頼りにしてます。ズバーッと。お任せくだされ。風が来ます。荒海に吹きすさぶ凍える嵐の予感です。でもそんなの一声で吹き飛ばしますよ。私は鶴姫、白い翼で羽ばたく鳥です。神前舞踊の真っ最中だ。邪魔しないように離れよう。あはは、闇の羽の形。あ、もうダメ、鼻が限界。はぁ、はぁ、ハクさん。あぁ、何ですか、何ですか。本当は知ってる。今頃周りにわがまま言ってるのかな。ああ、もう今日の姫御前はいつになく神々しかったの。きっと姫御前にも思うところがあるのですよ。先ほどは飛んだご無礼を。ああ、羽の方じゃないじゃないですか。声をかけてほしいのはあの方にです。何がいけないんだろう。顔が怖いのかな。どれどれ、お客さんはこちらかな。
もしかしてわし、もう本音隠さなくていい。頑張るぞ、今日で侍おしまいだ。もうわがまま聞かなくていいんだ。いいんだ。カモムシ、助かるね。カモムシ、切り握りっぱなしなのが。ここまで来たら天崎城は見に行かんと。大和古来の伝統文化は落ち着くな。なんだろう、雨じゃないのに目がにじむ。王子き拝殿か。謝りたいけどどうしよう。あ、そうだ、この神玉を使えばなんとか。時をうがったらここにたどり着きました。さあ、それを証明しましょう。お詫びの印です。これをお受け取りください。何ですか？あらら、かわいい折り鶴さん。鶴な私にぴったりのお土産です。おじさまがわざわざ折ってくれたんですか？僕をなだめる時などによく。いや、お恥ずかしい。病に伏した我が君のためにも折ったものです。どうせならアヒルを折れと怒られましたが。やんちゃな主さんなんですね。いや、その主からいとまを出されてしまった。正直な話、どうしたらいいのか。しょげちゃダメです。私も考えます。我が君もこんな風だったら。私の船の皆さん、しめやかに進みましょう。はい、それ多い。おまけです。神事の続きをしちゃいましょう。優しさで人と触れ合う東北が基地です。なんと貴重なご神託、感謝いたします。右に宿すは貫く心。今日も一日頑張ったな。左に宿すは尽くす魂。こんな疲れた日にはやっぱり。お風呂に入ってゆっくり休もう。あ、いえ、その、何かの間違いです。